い、どうも高田元成です。今回の動画では京都新聞杯と新潟大書店、この2つのですね注目馬をやっていきたいと思っております。片や頭数があんまり多くなくてですね、片や G1 の裏ということで、まあ、そういった事情もありますので、今回1回ねちょっと2つにやってみようというそんな実験という形となっております。この動画何か参考になっていただければそう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、まずは京都新聞杯ですね。こちらの1頭目の注目馬なんですけれども、里のグランツ、この馬を取り上げます。里のグランツなんですけれども、未勝利戦という木柳賞、いずれも連勝ということでね、今回臨むというそんな1頭となりました。で、この馬のお父さんが里のダイヤモンドということで、この京都芝の外回り重賞を何回も勝っているという、そんな馬でもありまして、まあ、血統的にもね、いわゆる親子制覇みたいな、親子で京都芝外回り重賞制覇、それがかかっているわけではあるんですけれども、前走を下した相手、こちら雪柳賞だったんですけれども、その後にですね、重賞で好走した馬、実は1頭もいません。やっぱレースレベルとしてはね、なかなか強調しづらいものがありましたし、まあ、子供自身、まあ、立ち回りの重さというのはね、確かに武器の一つではあるんですけれども、新装回転のこの京都芝外回りというのが、そういった立ち回り動向よりも、まあ、基本的につば付けた、こうなんていうんですかね、破壊力とか、まあ、まずシュネルマイスターが勝ったマイラーズカップとか、そうだったと思うんですけれども、そういったところがね、より強調されたのが今の状況だと考えております。やっぱこの馬の武器は立ち回りのうまさ、そこを踏まえるとね、やっぱ僕の中では、勝ち切るゾーンに置くにはちょっと難しいのかなというそんな印象をいただきました。はい、次でダノントルネードですね。この馬なんですけれども、強調したいのは新馬戦、こちらのレースレベルだと僕は考えております。当時勝ったんですけれども、任した馬の中には、例えば、シャザーンという馬がいたんですけれども、こちらが後のリステッド京都ですかね、オープン特別とか、そういったところを勝ちまして、ラスハンメル。こちらの方が若葉ステークス2着、でシーズンリッチが毎日杯を勝ちました。でさらに、ウィン・オーディなんかもね、重賞で連帯を果たしたという、そんな馬でもありまして、後のオープンクラス連帯馬がずらりと並ぶような、そんな新馬戦を勝ったこと、これはかなり高く評価していいと考えております。で、その後に2着を挟んでいるわけなんですけれども、前走がね、まあ、2着だったんですけれども、当時勝った馬がフリームファクシ、こちらの方が後に、木更木賞を勝利するという、そんな馬でもありました。まあ仕方ないですね。あの敗戦に関しては、この馬自身がね、まあフリームファクシさえいなければ楽勝していたという、そんな状況でもありましたので、あまり気にしなくてよいと僕は考えております。あと、この馬に関して1点いい部分を挙げるといたしますと、このローテーションがですね、まあ、新馬戦はもちろん休み明けという僕の中ではくくりではあるんですけれども、その後の条件戦とか、そういったところがいずれも休み明けだったこと、つまりですね、そういった無理をして使っていないという、そんなところがこの陣営の、ね、方針として、育成方針として現れている僕はそんなような印象を受けました。で、その間に馬体重もどんどん増えていきまして、使うたびに10キロぐらいですかね、増えているわけなんですけれども、その中にあっても切れ味を失っていない。やっぱそういった部分がね、体を大きくはするんですけれども、動かせる体で、キープするということで、なんかすごいメジャーリーガー大谷翔平みたいな、そんなようなところもちょっと浮かんできてしまったわけなんですけれども、やっぱそういった育成方針がね、この3歳の春で、僕は解放されるというふうに考えております。まあ、先ほど申し上げたように過去の戦ってきた相手、これかなり強力でもありますので、まあ、立場上はね、一勝クラスを勝っていない、そんな一頭ではあるんですけれども、僕の中では全然ここのレースを勝ち切ってもおかしくない、そんな一頭だと考えております。はい、続いてはマイネル・ラウレアですね。こちらの馬なんですけれども、前走が2002勝の、そんなキレイで挑戦した皐月賞でした。まあ、結果的には14着ということで、まあ、G1 の壁とか、そういった部分があったのかもしれないんですけれども、まあ、当時がですね、まあ、開催最終週の中山芝、しかも、とんでもない道があるということで、まあ、ちょっとこの馬にとってね、かわいそうな、全く適性を発揮できない、そんな状況でもありました。まあ、当時、もちろんなんですけれども、G1 ということで相当レベルは高かったです。まあ、そこの比較でいうと、今回かなりメンバーは楽になっておりましたし、まあ、新馬戦と若駒ステークス、イゼルアンガリサンハロン上位ということで、そういった切れ味が生きる舞台、僕はね、その舞台が今回の京都外回り、ここである可能性が、ね、非常に高いというふうに考えております。まあ、確かに前走中山に遠征をして、そこでダメージはあったとは思います。そこの不安点は確かにあるはあるんですけれども、新馬戦と2戦目、特に2戦目ですね。そちらで発揮した切れ味なんかはね、この舞台でも通用する可能性、こちらは十分に考えたいと思っております。はい、続いてがマキシという馬です。こちらの馬なんですけれども、強調したいのは2走前、こちらのパフォーマンスだったと僕は考えております。当時が今回と同じ 2200m の芝レースだったわけなんですけれども、まあ、当時が直線急半の中京ということで、その状況ではあったんですけれども、ラスト3ハロン。こちらの時計が全て11秒台という、そんなラップでの走破でした。
まあ、3着以下を大きくちぎったわけなんですけれども、そこの中にですね、例えば、そういったラストジットハロン、ラスト3ハロンが11秒台、それをマークした3歳馬ですと、例えばですね、青馬賞で2着に入っていたレッドエルディストという馬がおりました。あとはスミレステークスを買った先週のね天皇賞にも出走したディープモンスター、この馬も該当をしておりまして、やっぱ出世ラップというかね、そういった部分を刻んでいたこと、これは見逃せない材料だと考えております。であとそうですね、前走ですかね、前走フリージア賞、こちらのレースレベルも非常に高いと思っておりまして、当時買った鳳凰ビスケッツ、こちらがスプリングステークス2着でした。で、サスツルギという馬が1勝クラスを勝ちまして、ジェモロジーという馬もいたんですけれども、こちらもね、次走オープンクラスでの構想があったというね、いわゆる結構ハイレベルなレースでも、での構想ということで、評価は僕はね、そこまで下がんないと考えております。で、まあ今年の京都新聞杯ね、正直メンバーレベルが微妙ということもありまして、まあそういったオープンクラスでの構想馬がなかなか多くない状況でもあります。で、その中にあってもね、結構一流の陣営といいますか、中内田厩舎とかね、そういった厩舎が出走させるわけなんですけれども、であればね、今回は結構その戦ってきた相手はもちろん大事でもありますし、その中にあってローテーション。いや、この一戦に対して、万全の準備を施すというか、そういったローテーションを組んでいる休み明けローテでもいい、僕はいいと思ってるんですけれども、そういったところを評価したという、そんな形となりました。まあ、今回ね、4頭という形で取り上げさせていただきましたが、まあ、そうですね、順番というか、まあ、サトングランツだけは僕の中で少しだけ、この4頭の中で評価が落ちまして、それ以外のですね、まあ、ダノントルネードとマキシ、僕はこの2頭が双璧だというような、そんな評価となっております。はい、続きまして新潟大賞典、こちらの方の注目馬に移ります。まずは取り上げるのが空手という馬でして、まあ、こちらの方がね、昨年の秋に天皇賞、秋とジャパンカップ、そういったかなり強い相手に参戦したという、そんな一頭ですね。ただ3走前に関して言いますと、この舞台今回と同じ京都の新潟の新潟記念を勝利しておりました。まあ、それ以前にもね、関谷記念とかも放送を果たしておりましたので、この新潟外回りに対する適性、こちらかなり高いものがあると僕は考えております。で、そうです。この馬に関して言うと、まあ、筋量としては確かに今回59キロということで楽ではありません。まあ、ハンデ戦でルールが変わったというところがあるんですけれども、それ差し引いてもね、やっぱ59って簡単ではないと思うんですね。まあ、ただ、これまで戦ってきた相手ですとか、先ほど申し上げました今回の新潟の外回り適性、まあ、その2点考えるとね、僕の中でやっぱノーマークは禁物という、そんな一頭です。はい、次で取り上げるのがカレン・ルシェルブルです。こちらの馬なんですけれども、過去にですね、中山金牌とか、白富士ステークス、そういった結構オープンクラスで強い相手と、戦ってきた歴史がありまして、前走はかなりね、メンバーレベルが下がったということで、勝利を収めたという、そんな一頭です。で、この馬は特徴なんですけれども、非常にわかりやすい部分がありまして、基本的には渋った馬は、こちらが非常に合うと考えているんですね。これまで挙げた3勝という何勝か挙げてはいるんですけれども、そのうちの3勝がヤヤモという馬場コンディションでした。やっぱ時計のかかる馬場かけるこのカレン・ルシェブル、このマッチングというのはね、非常に評価をぐっと上げたいというところもありますので、やっぱ今回の馬場次第ですかね。まあ、おそらく土曜の予報を見る限り、ちょっと渋るのかなという、そんな印象がありますし、この馬自身がね、この今回と同じ新潟 2000m での勝利実績がありました。で、当時も赤井さん派の最速でもありましたので、まあ、前走がね、結構、プレッシャーのかかんない素晴らしい騎乗で、両サイドとかね、前後左右に馬がいないポジションで、結構長い時間運べたことで、最後の姉妹の足の伸びにつながった、僕はそう捉えておりますので、今回も同じような競馬ができるか、まあそこですかね。まあ、そういった部分があるんですけれども、やっぱこれまで戦ってきた相手と、前走のような馬場コンディションが見込める可能性が高い。まあ、その2点考えるとね、この舞台でも軽視はできない、そう考えております。はい、続いてスパイダーゴールドです。こちらの馬が金層連勝中の、そんな上がり馬となっております。まあ、この馬特徴といたしまして、芝の 2000m、こちらにおいては3戦3勝負け知らず、その中にはですね、今回と同じ新潟外回り 2000m も含まれておりました。で、そうですね、まあ、前走なんかは結構昇級初戦の3勝クラスだったんですけれども、先通過でいうと58秒0、まあ、結構飛ばした展開ではあったんですけれども、そこを2番手で追走して勝利を収めたこと、これはね、やっぱ一つ評価としてぐんと上がるのかなという、そんな印象が伺いました。なんで、まあ、この舞台でもね、全然やれる可能性は高いと考えてはいるんですけれども、1点だけちょっと、不安というかね、そういったデータだけをお伝えしてしまうと、このダイヤメジャー3区がね、この芝の 2000m 重賞、未だに1勝もしていないという、そんなデータがあったんですね。まあ、数字で言っちゃうとちょっとでかい数字にはなるんですけれども、0、5、7、58ということで、60回以上のね、70回近くの出走回数がありながら、未だに勝利を重賞では上げていないという、そんな距離ということでね、そこだけはちょっとね、勝ち切るという部分では少しだけ不安なのかもしれません。
まあ、とはいえこの馬に関して言いますと、同じようなレース感覚で休み明けを使う休み明けで左回りの 2000m をずっと使われているという、そんな陣営がねこの馬のことを特徴を理解しているというそんな印象も伺いましたので、まあ、この舞台であっても軽視はできない、そう考えております。はい、続いてはセイウンハーデスを取り上げます。こちらの馬なんですけれども、先ほどねスパイダーゴールドのとこで3戦3勝という、そんな数字を出したわけなんですけれども、この馬に関してもね、芝の 2000m では2戦2勝ということで負け知らずというそんな一頭です。でその中には今回と同じ左回りの 2000m、まあ、昨年の春にプリンシパルステークス勝ったんですけれども、そういった条件ということで、まあ、この舞台的点に関してはね、まあ、間接的には示しているという印象ではありますので、そこまで軽視はしなくていいのかなというそんな印象です。で前走休み明けだったわけなんですけれども、まあ、菊花賞がちょっと、暴走という形だったんですけれども、その休み明けの前走がプラスの14kg、まあ、結構馬体を増やしていたわけなんですけれども、それがそのままなんだろう、この馬の力になったというか、力強く駆け抜けての勝利となりました。で今回の舞台が新潟の 2000m なんですけれども、この舞台って結構ね、特に春開催のこの新潟大賞典、こちらにおいてはこうなんですか、マイラーじゃきついよねというそんな部分が明らかなんですね。まあ、結構メールドグラスですかね、そういった後に、海外の G1 でも活躍するような馬がいたわけなんですけれども、そういった馬も勝利を収めておりました。やっぱその馬なんかもね、距離短縮で確か臨んでいたと思うんですけれども、ある程度の長めの距離適正、長めの距離を直近で経験していること、これがこのレースにとってアドバンテージになっている、そんなデータもありました。でこのセイウンハーデスなんですけれども、まあ、春はクラシック戦線に参戦をして、でそこから菊花賞まで行ったわけなんですけれども、やっぱそういった長い距離を使われてきたこと、またけし惨敗ではあったんですけれども、セントライト記念もねそこまで、大きく負けたわけではありませんので、一定レベルのスタミナを持っている、これは、僕はかなり評価をしております。今回昇級初戦という、結果的には昇級初戦という形にはなるんですけれども、これまで戦ってきた相手とか、長めの距離適性を持っていること、その部分考えますとね、このレースでの通用勝利、ここまで考えても良いのかなというふうに思っております。はい、続いては早やっこを取り上げます。この馬なんですけれども、前走菊花賞、こちらマジで驚いちゃったという、そんな一戦だったわけなんですけれども、まあ、この馬の特徴といたしましては、まあ、基本的にはね、結構ダートで、活躍してきたこともありましたので、芝に関しては時計のかかる馬場専門。まあ、それが出たのが昨年の函館記念だったと思うんですけれども、そういったところ以外は全く用なしだと、僕はそのように考えておりました。ただ、前走の金庫賞だったんですけれども、開幕週の馬場で、アガリサンハロンもね、結構勝ち馬なんかも、かなり早かったんですけれども、その中にあってアガリサンハロン2位をマーク。7歳にして結構、このイメージがね、一新されたような、そんな印象が伺えたレースでもありました。でこれ先ほどのセイウンハーデスの繰り返しになるんですけれども、やっぱこの舞台ってね、春の新潟 2000m の新潟大賞典、こちらはスタミナが要求される、僕はそのような前提となっておりまして、であればねこの馬自身が東京2100とか、そういった条件でも構想しておりましたし、ちょっと前なんかはね日経新秀杯ですかね、そちらの方でも大負けしたわけではありません。やっぱそういった部分考えますとね、この舞台で、先ほど申し上げたようにちょっと時計がかかる、そんな馬場コンディションになるかもしれないというね、そんな前提もありますので、この舞台でも軽く扱ってはいけない、そう考えております。で最後に取り上げるのがヤマニンサルバムです。こちらの馬なんですけれども、左回りの芝 2000m、この条件においては2011ということでね、非常に安定したそんな成績を誇っておりました。まあ、前走は唯一の馬券圏外、この 2000m 左回り、そこでの唯一の馬券圏外だったわけなんですけれども、当初はやっぱ G2 の金庫賞ということで結構好メンバーが揃っていた、勝ったプログノーシスなんかはね、次走海外 G1 でも好走を果たした、そんな状況でもありましたので、そこまで評価としては下がってはいけないと僕は考えております。で、この馬、2走前の白富士ステークスはかなりのハイレベルレースでして、勝った馬がサリーエラということで、こちらの馬がね、まあ、順当にいったら普通に重賞を勝つだろうし、もうひょっとしたら G1 まで届いてもおかしくない逸材だと僕は考えております。で当時、上位馬で胴舟もいたわけなんですけれども、胴舟が中山記念3着ということで、それ以外にもですね、カレンルシルブル、おそらく今回もね結構人気上位かなという印象なんですけれども、そちらの馬とタイム差なしということで、そういったところと接戦を演じていた同じような左回りの 2000m であること、これはねかなりアドバンテージだと僕は考えておりました。で、今回舞台代わりの新潟なんですけれども、まあ、平坦コースとかもね、結構構想歴があるような馬でもありますので、この舞台で伸び伸びと走ることができれば、まだ見限ってはいけない、そんな一頭だと思っております。
はい、以上で京都新聞杯と新潟大賞典、この2つの注目は終了となります。京都の方がですね、結構頭数があまり多くないこともありまして、割と絞ったようなそんな注目馬になっておりまして、新潟の方がですね、結構その新潟 2000m での好走力がある馬、そういったあたりをフォーカスしたようなそんな注目馬となりました。この動画が参考になったらぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。